女性の脱衣場です。人が倒れています。誰か来てください。新潟市秋葉区の温浴施設で行われた訓練は、脱衣所で客が倒れた想定で行われました。寒い脱衣所や浴室から熱い浴槽に入ることで血圧が大きく変動し、心臓病や脳疾患を引き起こすヒートショック。今日は施設の従業員が消防に通報し、救急隊が駆けつけるまで AED の使用など応急手当を行う手順を確認しました。約10分かかるんですけど、救急室までに。その間何も処置をしないと助かる可能性がほぼなくなってしまいます。実際訓練されてみてどうだったでしょうかね。緊張されましたか。そうですね、はい、でも実際の、ね、現場もあると思うので、はい、今日練習できてよかったです、はいはい。入浴時の事故について、新潟市では去年1年間で349人が救急搬送されていて、このうち136人が死亡。また事故の7割が浴室との温度差が大きくなる11月から3月に起きています。寒くなるこの時期はついつい温かいお湯に長く浸かりたくなりますが、長湯をすることも入浴中の事故の原因となる可能性があります。長湯してしまうと思っている以上に汗をかいてしまいますので、水分が失われて脱水状態となってしまい、脳梗塞ですとか心筋梗塞の原因となってしまいますので。浴槽の温度は41度以下で、浸かる時間は10分以内に。その他、入浴前に浴室や脱衣所を温めておくことや、飲食や飲酒のほか薬を飲んだ直後の入浴は避けること、湯船からはゆっくり立ち上がることが事故を防ぐためのポイントです。特に高齢者や高血圧、糖尿病などの持病がある人はより注意が必要です。入浴事故を防ぐポイントをしっかりと押さえていただいて、安全に入浴していただければなというふうに思っています。消防はまた、入浴時に体調の変化を感じたらすぐに救急車を呼ぶよう呼びかけています。